2020年、私たちの日常が大きく変わってしまった。学生生活にさまざまな制限がかかり、その影響はサークルや部活動にも現れた。そんな中で特に厳しい状況に立たされることとなった合唱部。しかしこの2020年度も定期演奏会の開催を決めた関西学院大学混声合唱団エゴラドに密着した。3月に予定していた春合宿、5月にある定期演奏会、あとは9月の歌声旅行や、新しい状況下で様々な困難の間に彼らの奇跡を追いかけた。誰にも見られず指揮を振る指揮者、外を向いて歌う部員たち。取材を始めた2020年11月、そこには衝撃の光景が広がっていた。今年の12月27日の定期演奏会に向けて、今エゴラドは練習しています。大学側とガイドラインを作成し、ルールを守って練習に取り組んでおります。例えば人と人の距離を2メートル離すことや、マスクをつけて練習をすること、前方に人がいない状態で歌を歌うことなどに気をつけています。ガイドラインの中には本番の観客の有無についても記されていた。準備としてはまだ有観客のままで進めていきます。直前になってお客さん入れられないって言われたら、ちょっとしかし、このようにして行われることとなった練習までの道には、オンデマンド練習が行われていた。パートリーダーはまず説明する動画を作るっていうことと、団員たちから渡されてきた録音のフィードバックを返したりっていうのが仕事でした。パートインは本当に動画を見て言われたことに気をつけながら歌って提出するっていう形でした。このように制限がありながら、対面練習がようやく再開したのだ。最初に音を合わせた時、大きい会場で思いっきり歌うっていうのがこんなに楽しいことなのか、涙ちぎれるんじゃないかっていうぐらい本当に感動しました。こういうコロナの状況でも1年生とかも結構入ってきてくれてて、その子たちにも会えたのがすごく嬉しいですね。初めて先輩方とお会いしたり、同じ学年の人たちとも初めてそこで会ったので、みんなで練習できることはすごく幸せなことだなと思いました。当たり前が彼らにとってどれほど特別なことか、一人一人がその思いをかみしめていた。したことはやっぱり歌うので、なんか口元に何かあるとすごいなんかもぞもぞするというか、そういうのがあって、なんかシンプルに邪魔だなっていうのが一つと、もう一個はなんか伝達するときにやっぱり2メートル開けないといけないので、なんかこうこうしたいとかこうしてほしいっていうときに、なんかこういう感じでなんて、そのちょっと離れながらしゃべるのが一番ちょっとめんどくさいなって思いました。2メートルまず間隔を開けないとダメなんですけど、そこでまずパート間でちょっと音が聞こえづらくて合わせづらいっていう点と、あとは外向いてみんな歌うので、指揮者が見れないっていうのが困ってることです。この鏡を使って練習してるんですけれど、こう鏡を見ながら練習するとですね、指揮が逆に見えるんですね。
なので4年間こう慣れてきた身としては逆に見えるんで、いつ入るってなるのがちょっと難しいんですけど、まあそういう制限を乗り越えるからこそいい歌ができると信じてます。やっぱりみんなの声が聞こえないっていうのは、歌っている身としても指揮を振っている身としてもすごくやりにくいし大変なことだとは思うんですけど、だからこそこう一人一人自分の歌で周りを引っ張っていこうっていう気持ちがそれぞれ新しくつくと思うので、こうした経験を経て来年再来年からの通常通り活動できる日々に一人一人自立して歌をつないでいくっていうことを身につけていってほしいなと思います。そんな中、定期演奏会に向け学生指揮者によってオリジナルマスクの作成が進められていた。しかしマスクなんですけど、紙マスクでやることになると思います。これエゴラドオリジナルでデザイナーさんに、頼んで作ってもらったんです。まあ、本番この紙マスクに落ちてくるし歌いづらい、つい今日これが完成して、でこれは合唱用本番に使うためにいろいろ準備して、この説明をしようと思ってた矢先、その学校の方からガイドラインで合唱用マスクは認められないと。最初はその保健官に聞いて、保健官がダメって言われたんで、あれがダメかなって思ったんですよ。で次翌日に西宮の保健所に聞いてみたら、その合唱用マスク OK って言われて、そのガイドラインの説明会をしたわけです。でするとそのまた翌日に、昨日の朝ぐらいですね、に合唱用マスクダメっていう、あの多分皆さんニュースで見たと思うんですけれども、文部科学省かながそういうふうに言ったっていうようなニュースがあったので、ガッシュはダメってまた言ってたっていう経緯です。で文部科学省も別に合唱するなとは言ってないし、マスクをしてたらいいけど、まあ何か起こってからだとということで、大学は、OK は出せないと言われたので、はい。その一方で大学側と協議が難航していた観客の有無について、有観客での開催が無事承諾された。本番前最後の練習、この日やっと全員が指揮者に向かって歌う練習が許された。以前までは当たり前であったであろうこの姿は、ここまでの密着の中で新鮮な光景であった。紆余曲折を経てたどり着いた定期演奏会の開催、部員たちは何を思うのだろうか。この曲集を歌うんですけれど、ベトナム戦争についての歌なんですけど、知らない国で起こった悲劇が自分たちにも関係してるよっていう歌なんですね。で今コロナ禍でいろんな国の人たちが私たちと同じ理由で亡くなっていて、今こそ知らない誰かに共感する力が試されると思います。世界のみんなの平和を願って歌います。定期演奏会は僕たちできると思ってなかったので、できるからにはやっぱり精一杯今できることをしっかりやって頑張りたいなと思います。そして迎えた第59回定期演奏会当日、今年も開催を待ち望んだ人々が川西市のホールへ集まった。例年と異なり、場内では検温や消毒、チケットの事前購入制の導入など、演奏会開催に際して入念な感染症対策が行われた。高揚感と緊張感が入り乱れていた本番前の控え室。そんな中、学生指揮者から一報が。直前までなかなかこの合唱用マスク、エゴラドのマスクっていうのは使えないということになってたんですけども、隙間をなくすために急遽デザイン変更をしていただいて、この顎の下に布を入れることで、隙間をなくすということができて、それでその隙間をなくしてたことで、使用許可というか、全く問題がないというふうになったので、こちらを使用できることになりました。なんと本番直前にしてオリジナルマスクの着用が承諾された。さまざまな思いが込められたマスクを身につけ、ついに本番の時。「
部長という立場で、まあ、一番辛かったのが、みんなでステージ乗れないっていうのが僕の中で一番辛いというか、どうもできないんですけど、僕が思い描いてたビジョンがあって、まあ、コロナでできなくて、でも最後にみんなで歌えるっていうのが僕の最終ビジョンであって、それもちょっとできなくて、本当に何もできてないですけど、本当に支えられた1年かなと、本当に仲間の大切さを実感した1年でした。本当にインテラパックスを選んでよかったなと、思うし、で、本当にまあ今年やりたいことはいっぱいあったんですけど、この今年入ってくれたメンバーじゃないとこんだけ乗れなかったし、このクオリティは出なかったなとは本当に思うので、みんなにはありがとうと。これからも対面で練習ができるとはいえ、これから本当にもっと感染者数が増えて、またできなくなる時期が来るかもしれないですし、やっぱり一回一回の練習がそのできるっていう環境に感謝しながら、歌っていきたいなと思いますし、自分たちの音楽を皆さんに、一人でも多くの皆さんに届けて、笑顔にできたらなと思うので、これからよろしくお願いします。この冬、彼らがさまざまな困難に立ち向かい挑み続けた姿は、私たち、そして多くの人に確かな感動と希望を与えてくれた。どんなに困難な状況の下でも、そこで希望を持ち続ける限り、私たちの未来は必ず照らされていることを教えてくれた。